やっほー、とまるです。はい、お久しぶりですね、かなり。チャンネル登録者数がね、1万人突破いたしました。本当に本当にありがとうございます。はい、で、私今多分、オタグッズの紹介とか、オタ活をする YouTube の人みたいな感じになってると思うんですけど、もともとね、それに特化したチャンネルにするつもりはなかったんですけど、結果的にそうなってしまったので、新たに今回1万人いったということでね、サブチャンネル&メインチャンネルをもう一個作ろうと思います。ということで、これからはね、3チャンネルやっていきます。で、まず、こちらのチャンネルはこれからも変わらず一番くじやったり、購入したオタグッズの紹介だったりをね、そのまましていくチャンネルとしてね、変わらずこれからも頑張っていきたいと思いますので、応援の方よろしくお願いします。で、あと2つのチャンネルについてなんですけど、まず1本はずっとやるやる作業をしていたバイオハザード RE2 のレオン編と絶対絶命都市の続きをね、やるチャンネルとしてゲーム実況チャンネルというのをね、新たに作りました。これはもうポジション的にはサブチャンネルとしてやっていくので、まあ更新頻度はそんなに高くないんですけど、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、でそれとは別にね、もう一個このオタ活チャンネルとともにね、メインチャンネルとしてやっていくのは、これずっと言わないとなって思ってて、でずっとずっと悩んでいたことでもあるんですけど、私生まれた時男の子だったんですよ。まあ、いわゆる性同一性障害っていうもので、トランスジェンダーという人なんです。はい、いきなりのカミングアウトでね、はって感じだと思うんですけど、ちょっともともと本当はね、もっと早く言って、そういう話も交えたチャンネルにしてく予定だったんですけど、ちょっと言うタイミングをね、ほんともう見失ってしまって、でこの1万人いった今かなって思ったので、ちょっとカミングアウトさせていただきました。はい、ということで、もう一個のチャンネルはまず簡単に言っときますと、私はもう20歳の頃に性適合手術っていう、いわゆる性転換をして女の子になっていて、で戸籍の方も全て女の子に変えてるんですよ。新しいチャンネルではね、その海外で行った性適合手術 SRS についてのお話だったり、私がお金をかけた豊胸だったりとか整形だったりとかについてのお話だったり、男の子だった時の学生時代の話とかね、やってみた系動画とかね、もう私に関するチャンネルを作ろうと思います。私のこのメインチャンネルに登録してくれてる方っていうのは、多分大体が、大体っていうかほぼ全員アニメに興味があって、私のチャンネルに登録をしてくれてると思うんですけど、ちょっと私にもね、若干もし少しでもね、1ミリでも興味を持ってくれた方がいましたらね、そちらの泊まるチャンネルライフとか、なんかなんだっけな、名前決めたんだけど覚えてなくて、アニメとかではなく私自身を発信していくチャンネルをね、新たにやっていきますので、よかったらご登録お願いします。私と同じようなね、女の子になりたいっていう方とかがね、もし見てましたらね、ためになるかはわからないんだけど、私の経験談とかをね、話していこうかなって思ってるので、よかったら見てみてください。トランスジェンダーのカミングアウトしたことによってね、騙されたとか思う方もねいるかもしれないんですけど、本当にもし不快な思いとか騙されてしまったなとか思う方がいましたら、本当に本当に黙っててごめんなさい。もうこのことによって、もしチャンネル登録解除しようとかいう方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、もし解除したとしてもね、今日までね、私のチャンネルを見てくれて登録をしてくれたことには本当に本当に感謝してます。ありがとうございました。はい、ということでね、これからはありのままのね、とまるを見せていけたらいいかなって思ってます。あとこっちのチャンネルの1万人記念のね、プレゼント企画とかもちょっといろいろ考えてるのでね、もしよかったらこれからも変わらず私のチャンネルをね、楽しんでもらえたら嬉しいです。
はい、ということでちょっとね真面目なお話になってしまったりもしたんですけど、これからもとまるチャンネル、とまるともどもよろしくお願いします。おたかつチャンネルだから言っとくことがあるとすれば、たまに私のことファッションオタクとかコメント欄に書かれる方がねいるんですけど、学生時代とか性別に悩んで居場所がなかった時とかにね、私がいつも助けられてたのはランマとかさ、ストップひばりくんとか、あと逮捕しちゃうぞのね青い双葉ちゃんとかにね、すごいいつも元気をもらってたなっていう記憶があります。はい、なのでファッションオタクではないです、多分。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。更新がちょっと空いちゃったのはね、このちょっとカミングアウトをするかしないかでいろいろね葛藤があったので、久々の更新になってしまいました。すいません。自分らしく生きるって難しいよね。久々のカラコンです。発色良すぎてさ、ここニキビできちゃったんだよね。